筑後でキャンプ中の新人5選手が休日に道の駅大木を訪れました。一同がまず体験したのはいちご狩り。福岡名物あまおうを頬張ります。久しぶりに食べましたね、いちご。めっちゃ美味しい。東京出身の澤柳投手もご満悦。高校時代ライバルとして甲子園を目指した桜選手と藤原投手も上ごとベロをシュッてしたらもういちごジュースになります。分かりづらい。あの高校の時はよく自分でパックで買って食べてました。で僕もめっちゃ好きです。高校の時結構食べてました。真似すんな。結構仲もう今仲いい。いや全然全然悪いですと仲の良さを覗かせました。その他ヤギの餌やりやキノコもぎ取り体験など充実した休日でリフレッシュ。残るキャンプも美しく突っ走ります。第3クール頑張るぞ。いいよ。一方、宮崎の B 組ではルーキー村田が朝の声出しで決意表明。おはようございます。新人の村田健一です。もう今日は、一軍で先発して勝つっていうことが目標なので、1年間よろしくお願いします。意気込みを語った村田は初めての実戦形式シート打撃に臨みました。コントロールが武器の右腕は多彩な変化球で打たせて取る持ち味の投球を見せると、さらにフィールディングのうまさもアピール。実戦力の高さを示しました。もちろんあの A 組で投げたいっていう気持ちはありますし、早く行きたいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱまだまだ行くまでに課題があるんで、しっかりと課題を克服しながらやっていきたいなと思います。そしてドラフト2位ルーキー岩井も登板。力強いストレートと自信を持つスラーブで三振を奪うなど、こちらも長所を存分にアピールしました。全部良かったんで結構自信にはなりました。評価をしていただいているのは本当に嬉しいことなんで、もし A に上がったらもっとアピールしていきたいなと思います。そして今キャンプ最多2万5000人を超えるファンでにぎわった昨日、注目はブルペン。開幕ローテーションが内定している和田、有原に加え残りの4枠を争うメンバーがずらり。さらに守護神オスナも初のブルペン入り。まもなく始まる実戦に向け投手陣も熱を帯びてきています。一方、多くのファンの視線を集めたのは今年セカンド一本で勝負する牧原大成。連日守備練習に時間を割いています。去年もセンターで出ることが多かったので、感覚っていうものがまだ自分の中の100の状態に近づいてないので、そこに持っていけるように、打たれたと思った打球をやっぱ取ってあげたい気持ちはたくさんありますし、守備でチームを救えるようなプレイヤーにはなりたいなと思います。これまでユーティリティプレイヤーとして活躍する反面、一つのポジションに専念できないもどかしさを抱えていた牧原。ここ3年、主にセカンドで出場しているライバル、三森について尋ねると、闘志をむき出しにして自信をにじませました。個人的には三森がセカンドでレギュラー取ったとは、本当に1ミリも思ってないので、僕がチーム事情でセンター守ってるだけだったとしか思ってないので、今年は本当に自分が1年間取りに行けるようにやるだけだと思ってます。セカンドの不動のレギュラーへ、負けず嫌いな男のサバイバルは続きます。